第2試合1回戦今回6試合まであります。スライム VS サク。さあスライムとサク意外にも初対戦です、この2人。さあ始まりました。おっとスライム入ってきた、相手のレーンに入ってきた。さあ一直線、この一直線での戦いとなるか。さあこの先ほどカナが同じようなことをやって追いつせずにという展開でしたが、おっとここで殴り合うか、ここで殴り合う。あーっと落とされたのはサク。スライムここは殴り勝ちました。これが防寒祭、殴って落とされても殴って落とした方が勝つという、そういった無法地帯のような感じではありますが、防寒祭1回戦第3試合、先ほどカナ対山原ではカナが同じ形を取って追いつけずに最終的に自分が落ちてしまったという展開でしたが、サクが今回は待ち受けた、サクが止まって待ち受けていきました。そして衝突、正面衝突。しかしこのスライムの一発、相手を大幅にノックバックしていきました。1回戦突破はスライム。さあサクサイダー落ちておりますが、スライム1回戦突破が決まっております。